はい。ポルゾイの話。ポルゾイの話。前もちょっとお話しましたけど、私が小学校高学年ぐらいの時にですね、学校にね、犬が入ってきたっていう校内放送があったんですね。で、授業を受けてたら、なんかピンピンピンポンになって、現在学校にね、学校の敷地内に犬がね、入ってきてるので、噛まれたら困るから、その生徒たちはね、教室から出ないで先生の指示に従ってくださいみたいな。それ緊急放送があって、あ、犬が入ってきたんだなと思って。それでね、先生がちょっとトイレ出ないね、みたいな感じで。しばらくね、様子見るから、ちょっと教室から出ないね、みたいな感じで。で、教室の扉も当然閉めて。それでね、授業そのまま進んでたのね。そしたらなんかね、廊下の外に気配がして、廊下の外に異様な気配がして、パッて見たらですね、私の教室、その時のね、小学校の教室は、普通の教室なんだけど、ドアって窓ついてますよね。ドア、窓ついてて、人の顔ぐらいの高さの窓、小窓がついて、そこから見るとですね、教室の中は見れるみたいな。そういう透明な窓が一個ついてて、で、それが前後のね、教室の前後のドアにあって、で、その間にですね、普通は壁なんだけど、私の学校ね、全部ガラス窓だったね。要するに廊下と教室の間の壁のところにガラス窓がね、結構ついてましたね。で、まあ全部じゃないと思うけど、もう2、3枚はついてて、それが、人のね、小学生の胸ぐらいですかね、胸というか腰というかね、そのぐらいの高さのところに、窓、これすりガラスです。すりガラス。すりガラスなんで人がいることはわかるんだけど、誰がいるとか顔とかね、わからないっていう。だから教室の中から生徒がいるかいないかはわかるけど、でもまあ、誰がいるとかわからないみたいな。すりガラスよね。教室の前後のガラスが透明ガラス。前後のドアのガラスが透明ガラス。で、その間の壁のね、ガラスが、窓ガラスがすりガラスなんですね。白目のすりガラスと。それでね、そのすりガラス見たらですね、なんか、白いね、まあ、毛むくじゃらというかね、白い毛皮というかね、それがね、のしのし歩いてるわけ。で、背中しか見えません。頭の一部と背中しか見えないんだけど、なんか、熊みたいないるな、みたいな感じで。まあ、熊よりも小さいと思うんだけど、体の大きさがね、すごいんで、あれ熊でしょ、みたいな。でもさっきね、先生っていうか、校内放送で、犬がね、入ってきてますから、噛まれないように、この、生徒たちはね、教室とか行ってくださいと。で、私がいた教室は、小学校の高学年なんで、2階とか3階です。1階じゃありません。2階とか3階の廊下にね、犬が上がってきてるんですよ。しかも、どでかい犬が。今から考えると、犬の大きさも大事だぞっていうね。校内放送してくれるのは構わないけど、結構でかい犬とか言っといてくれないと。わかんないからね。急にだからびっくりするから。で、そんなでかい犬がいるっていうね、概念そのものがないですから。まあ、でかい犬って言っても、シェパードとかね、あと秋田犬とかね、その程度ですよ。小学校高学年の認識はね。だからそれよりもはるかにでかいんですから。もうちょっと一見してると熊から、小さめの熊からっていう感じの大きさなんで、で白くてね、毛があって。で、もう、ギャーってなって。で、私の友達も、ギャーってなって。何あるんだね。で、さっき犬からね、入ってきてるから犬に違いないんだけど、でかすぎると思って。別件かみたいな感じで。で、しかもこう、2階とか3階とかだから、階段上がってきたのみたいな。だから校庭とかでね、犬が走り回ってるって、柴犬とかね、入ってきて走り回ってるっていう、そういうんじゃなくても、校舎の中に入ってきちゃってんのっていうね。そういう驚きで、今考えると、ポルゾイっていうね、犬種ですね。ポルゾイっていうね、大型犬いるんですよね。人間と同じぐらいの体長の、もう、人間の胸の高さまで背中が来るような、
ポルゾイっていうね、でっかい犬種がいて、それですね、多分ね。で、そんな犬種見たことない、知らないし、日本国内だとかなりレアですからね。今見てもポルゾイはびっくりします。ポルゾイ飼ってる 家とかね、たまに散歩とかしてますけど、1年に1回ぐらい見ますけど、ちょっとびっくりしますよね。熊かなって思いますから。で、それがね、小学校の時の、初ポルゾイね。もう顔なんか、すりガラスとか、まあ、まともに見てないし、怖かったことだけが確かで、私が今でもね、ポルゾイ怖いなって思うのは、その小学校の時のトラウマがあるからかもしれないですね。